日本の潜水艦任務は、もちろん極秘ですが、日本とアメリカの対潜能力は、世界でもトップと言われています。1998年、平成10年、海上自衛隊潜水艦はやしおがアメリカ艦隊も含めた、環太平洋合同演習、リムパック、リム、オブ、ザ、パシフィック、エクササイズの模擬戦で、全滅に追い込んだエピソードをご存知でしょうか。近年、急激な増艦を進めている中国ですが、まだまだ、日本やアメリカには及ばないということです。今回は、中国潜水艦ともに、日本の潜水艦事情も見ていきますね。急に、潜水艦の精度を上げることはできません。しかも、潜水艦には、オトモンがあります。中国潜水艦のオトモンは、特徴がありすぎるという声も。2020年6月、鹿児島県奄美大島沖の日本の接続水域内を潜航したまま航行する中国海軍所属と思われる潜水艦を海上自衛隊が発見して追尾するという事態が発生し、大々的に報道されました。国際法上では、外国籍の艦艇が他国の接続水域を潜航航行することは禁じられてはいません。しかし、無用な衝突を防ぐため、通常は、そうした行為をあえて行うことを国々は控えているのが暗黙のルールとなっているようです。定義上、ある国の領土から22km先までの海域が領海で、その先、さらに 22km までが接続水域とされています。そして、さらに、その外側が排他的経済水域とされていて、いわば中間海域となります。接続水域内の潜航で、中国海軍のものと、おぼしき潜水艦の目的を考えると、最も合理的と思われるのは、ここ数年来、艦艇数を増強し続ける中国海軍が、自分たちの能力を試したものという解釈です。すでに収益させている潜水艦の数は戦略型原子力推進型から通常動力型攻撃型潜水艦まで合計64隻に上がると見られている中国海軍ですが、日本側の能力を探ろうとした可能性が高いと思われるのです。しかし海上自衛隊は中国側の予想をはるかかに上回ったようです。 P3 や P1 などの対潜哨戒機や護衛艦加賀などを投入し、容易に中国側の行動を探知してしまったというのが本当のところでしょう。もちろん、中国がこういった不名誉な結果を公に認めるはずはありません。つまり、その真相は今のところ確かめる術もないのですが、国籍不明としながらも日本政府が探知したという事実のみが残りました。この点だけをピックアップして、日本が探知に成功したことで軍事的に優位かといえば、潜水艦、水上戦闘艦の総数的にはあくまで劣勢で、飽和攻撃を受ければ依然として危ういという事実に変わりはありません。中国は2020年アメリカ大統領選挙でバイデン政権に移行したタイミングを見計らったように、台湾や尖閣諸島方面への軍事的圧力を以前にも増して高めていて、危機感は増していると言えましょう。中国の動きは日本や台湾に向けただけではありません。2021年1月にはフィリピン沖を航行中のアメリカ海軍のセオドア・ルーズベルトを中核とした空母打撃群にさえ、戦闘機や爆撃機を向かわせるという行動を起こしたのです。一説には、セオドア・ルーズベルトに向けた対艦攻撃を模した中国軍の訓練だったとも言われていますが、航空機や兵装では
アメリカに劣るとされた中国軍が自信をつけてきた証かもしれません。尖閣諸島に向けられた先兵たる中国海峡局は、今やアメリカの沿岸警備隊以上の世界一の艦艇保有数を誇り、日本の海上保安庁では対峙が厳しいほどのなぞらえ、準軍事組織にまで変貌しています。中国がその気になれば、尖閣諸島への上陸は至って簡単でしょう。日本側もいざという場合に備えて陸自に水陸機動団を発足させましたが、一度上陸を許してしまえば奪還は非常に難しいというのは、北方領土を例に出すまでもなくお分かりだと思います。そのため中国側艦艇の尖閣諸島への接近阻止こそが最優先事項になると思われます。昨年浸水した太平洋を加えて、当面の目標であった22隻の潜水艦体制がようやく整いましたが、これが鍵ということになるでしょう。対潜哨戒能力にかけては、これまで見てきたように海上自衛隊は高水準レベルを持っていますが、中国のように物量作戦で侵攻を起とされた場合に果たして防ぎきれるのかどうかは何とも断言しがたいのです。日本も中国も近代的な海戦での実戦経験はほとんどありません。軍事上の事例としては、1982年、昭和57年に発生したフォークランド紛争を両国の関係者ともに研究していると言われています。フォークランド紛争とは、イギリス領であるフォークランド諸島をアルゼンチンが吸収し、一旦は占領しましたが、イギリスの反撃によって奪還され、終了となった戦争でした。第二次世界大戦後、初めて近代的な兵器を使用した西側諸国による戦いとされています。この当時から、中国はアルゼンチン側を支持していた国の一つでした。1999年の香港返還を控えていたこともあったのか、イギリスに対して超強硬な姿勢で対峙していたこともよく知られているところです。2000年代に入っても、アルゼンチンはフォークランド諸島の領有を未だ志向しているようですが、この動きに対しても中国は賛同を続けています。返礼というわけでしょうか、アルゼンチンは南シナ海の中国領有支持を表明しているのです。こうした二国の利害関係の結びつきは、2015年、平成27年には、中国が建造する056型コルベットをアルゼンチンが購入を決定し、その他の戦闘機や歩兵戦闘車などの兵器輸入でも拡大が続いていることでもわかりますね。最終的にフォークランド紛争はイギリスの勝利でしたが、艦艇の損害数を考えるとイギリスの方が大きな損害を被ったことになります。つまり一方的な勝利とは言い難いものでした。被害の具体的な数を紹介します。アルゼンチン側は巡洋艦1隻、イギリス側は駆逐艦2隻、フリゲート艦2隻、そして揚陸艦1隻等を沈められたのです。この戦いの後、負けたアルゼンチンではガルチェリ大統領が敗戦の責任を取って失脚し、政権が交代しました。新勝したイギリスでは、不人気だったサッチャー首相の人気が急上昇し、再任されたのです。現在のイギリスは、仮に、今、フォークランド紛争が再発しても、中国からの兵器調達で増強されたアルゼンチン側に勝利することは、非常に困難だと認めているようです。中国は、近年、潜水艦部隊の強化を進めています。2020年には、
鹿児島県奄美大島沖の日本の接続水域内を潜航したまま航行する中国海軍所属と思われる潜水艦を海上自衛隊が発見し、追尾するという事態が発生しました。また、2021年には、フィリピン沖を航行中のアメリカ海軍のセオドア・ルーズベルトを中核とした空母打撃群にさえ、戦闘機や爆撃機を向かわせるという行動に出ました。中国の潜水艦部隊は、まだ、日本やアメリカには及ばないものの、急速に成長しています。中国は、尖閣諸島や台湾への軍事的圧力を強めており、日本やアメリカにとって、大きな脅威となっています。